バーチャル薩摩叔父の木田めぐりです。9月に紹介したショップ&ギャラリーサムシングさんですが、以前も動画で紹介していましたが、まあ、実は11月も、イベントが開催決定していました。というわけで、今回も再びサムシングに行ってみたです。今回はちゃんとお店の外の写真も撮影してきました。こんな感じで看板も飾ってあるので、まあ、すぐわかるかなと思います。まあ念のため概要欄の方にも住所などは貼っておきますけど、で今回も展示の模様の動画はもちろん撮影していませんが、こんな感じで新しいイラストも増えてたみたいです。でさらにこの日行った時は桜餅さんのイラストメイキング映像の動画も流れていました。まあ、先月に続いて今月も行ったのですが、やはりこの手の展示を見ててほっこりするというか、無線イラストばっかり楽しいですね。そして今月いっぱいでこちらのオータムワールドインサムシング2019は、まあ、終了してしまいますが、まあ、実は来月1日から11日まで今回展示されている桜餅さんの初個展、その物語を紐解けばが始まるようです。まあ、こちらは今回と同じく、時間が11時から18時までなので、営業日などを確認してお出かけしてみてはいかがでしょうか。そしてサムシングに向かった日にマムネブコさんのお幸せの報告が来ていて、この日に行くと決めたのはすごくいいタイミングだなと思いました。これからもご当地イラストレーターさんや活躍されている方のイベントなどには積極的に行ったり、活動されている方を動画などでどんどん紹介していきたいと思います。それでは、目に、ワンソー。